クラビット新企画発表。そっから始まる。でね先生、トレーナーの資格取れたじゃないですか。はい。でこれね。はい。で逃げられないかった原因の一つが、天の影の声の社長が、学費出してくれたんですよ。そうだね。業務命令だからね。はい。なので逃げたくても。いやマジ本当夜逃げしようとかも実際本当考えたんですけどでも犬がいるから無理だし、バックレるまあまあまあ取ったんですけど、ちゃんと取れたんですけど、でまあちゃんとね費用をちゃんと出していただいていただいたので、その分きちんとね今度は私がそうですね、カフェのためにそうですね、まあ恩返しです、恩返しで、まあ結局結果的には結果オーライで、はい、前回あったようにね、はい、いい糧になったり、いい機会になったり、はい、いい出会いになったりしたので、はい、結局はカズさんが恵んでくれた、そうなんです、なので貴重な機会をいただいて免許も取れたので、無茶ぶりでも役に立つんだね無茶ぶりでもいいんだね、役に立つんだね。でもそれは学ぶっていうことが素晴らしいってことですよね、そうですね、きっと。あとやっぱりご縁、そうですね、先生とのご縁、うん、タイミング、あみんなで、あと、まあ、学んでいくって上がっていく感じね。そうで、カフェの方で、愛犬と一緒にこうカフェに来店くださった方に、メニューでそのドリンクとかピザとかの他にこう私のワンポイントアドバイスみたいなメニューを一つ、今ピザやってんですよね、やってきてカフェに行けてないっすよ、だってあれからずっと、来てよピザ食いて、あのね本当美味しいよね、田中さん、なんかそう焼きたて本当美味しい、食べてみないと分かんないかもしれない、うん、待ってまーす、ね、食べたいっす、はい、そう、それでサラミピザの横に私のマヨワンっていうワンポイントアドバイスっていう、うん、メニューを作って、でちょっと入り口できちんとこう挨拶をするじゃないですか、はい、入る時に先生のこう指導のもとそういうシステムにしたんですけど、でやっぱそこでなんで待たされるのってこうお客様が、まあ、そこでいろいろ説明しますよね、犬はこういうこれこれこうなのでこの挨拶が重要なんです、でこれがワンちゃん OK 入っていいよのって、そうするとこんなことも聞けるかなとか、うん、そのお客様が、来店されたお客様が詳しいんじゃねえかこいつって言いな感じ、あなんかトレーナーっぽいこの人みたいなもしかしてなんか犬のこと知ってんのみたいになった時に、まあその問題行動までは言ってないけど、でもこの行動ってどうなの、聞けたら聞けたい、聞いてみたいなっていうことをちょっとまあそのプチカウンセリングのような形でメニューにしてみようかと思うんですけど、お素晴らしい、本当、うん、いいんじゃない、なんかこんなラフでいい、ごめんね、なんかすごい一生懸命考えたこといいんじゃないみたいな軽い感じで、じゃあ終われって3分で終わっちゃうね、そうだね、やったらいいじゃないですかやりたいなら、動画環境落としちゃったよやりたいならやったらいい、動揺しちゃった私本当に、いやそうでしょ、やりたいことはやった方がいいよ、なんでも、あ、ありがとうございます、だからやりたいことじゃなきゃできないから、だから やりたいことはどんどんやったらいいし、やれることはやった方がいいと思うんで、うんうんうん、ではまあちょっとね資料でこう作っていただいて、はい、見てますけど、はい、でちょっとその例えばより深刻なちょっとこれ問題行動に発展しそうだなっていう時に、当然カフェではコンサルテーションできないですし、うん、そういう時に例えばJDBA のトレーナーさん紹介したりとかねっていうところにまあもう行く場合もあるかもしれないし、はい、基本的にはっていうのをちょっとやってみようかと思うんです。いいと思いますよ。こうだから押し付けがましくならないのよね。うん、で、おそらく愛犬のことって一つ話し出すと二つ三つ四つ多分キリもないと思うし、答えてくれるのであればってなってくると思うので、一つのその気になる行動行為に関してちょっとまあ解説するぐらいな感じ。それを直す直さないは、まあ、ちょっと別メニューを作ってじゃあベーストレーニングやってみます、そのリードアグレッションだったら海で私がついてできたりとかもする、あごめんなさい電源切ってなかった音切ってなかったなんかそうまた別メニューにして、ちょっとこう飼い主さんのお手伝いというかアドバイスをやろうと思うんですけど、うん、いいいいと思う。もう自信持ってトレーナーですから。
自信持ってやってください。そこだよね、うん、そこだよね。ポイントはそこだよね。そうそうそう、要は不安なんでしょ。でもそう私ね、要はできるのか。人に聞くってことは大体不安なんだよね。そうなんかこう後押ししてほしいわけですよ。でも別に内容いいからいいんじゃないですか、うん、とても、はい、だからこうなんかあれですよね、気になる行動がこうだから どういうあれですよね、まあ、ね、内容としてはもう愛犬の気になる行動一つにフォーカスするから、まあ、ワンの1、はい、ワンと、あ、うまい、犬のワンと、そう気づいてなかったね。全部かかってるんですよ、はい、っていうことじゃないかなって分かりやすいと思うんですよ、そこは。だからその、はい、まあ、ポップアートどうするかとか、なんかそういう、うんうんうん、その提示の仕方、こういうのもあるんだよって、うん、こっちからガンガン行くのはやっぱちょっと違うと思うんで、うん、なんかこうこういうのがあるんだよっていうのを、うんうん、何かあったら聞いてねぐらいの感じでもいいし、わかんない、どういうふうに促していくかわかんないし、それこそなんかね、ちょっとこうお客さんが離れているだけ残ってる時に何かあったことがあれば、まあさっと動画撮ってこんな行動がありましたよっていうふうに見せる、知らないかもしれないからこういうのがありまして、彼女さん離れるとちょっと不安になってこういうの出るかもしれない。やっぱり常にその動画を撮るっていうのも大事。もう昨今だってもうパッと iPhone 出してピッて撮れない、あれ見せたいんじゃないの、本当は最近買ったやつ今これ使っちゃってるよ、あっちで12さん11でやるから11も持ってるんですから、最近買ったやつ、なんかどう提示するかだよね。そうですね、うん、まあ、要は目的はさ、まあ、分かんない、 本意は分からないけど、うん、まあその飼い主さん含めて犬も含めたそのペアが、うん、まあよりハッピーになってもらえたらいいなっていうところだと思うんですよ、うん、あとその犬がこんなこと行動するからこの子に問題あるのとか、この子どうしてこんなことじゃなくって、いやいやいや、いろいろ聞いたらね、うん、実は飼い主さんがこの行動を誘発したりとかしてるんですよ。ほとんどそうだね、ちょっと責めるつもりはないんだけど全く、ね、そうで、まあ解説しながら、まあ、ワンポイントアドバイスしながら、でも、うん、とその愛犬をと一緒にいるのは飼い主さんじゃないですか。だからその解説だったりアドバイスが飼い主さんを脅かしたり不安にさせたりするのも、私はあんまりその良くない、違うと思うんですね、うん、なのでそこにすごく注意をして、もうちょっとその犬に対して、うん、いや人間じゃないんだよ、うん、言葉分かんないんだよって、ここ実はね、なかなか分かってもらえないところじゃないですか、じゃないですか先生そうだから、なんかそのシンプルなんだけど、だってどう見たって通じてねえべっつうの見てわかんべってそこなんだけど、なんだけど思い込みだよね。そうなんですが、皆さんこの子がこう言ったんですぐらいな感じでお話しされる方が多いじゃないですか。であとは社会化不足はもう取り返しつかないっていうところも、そこはちょっとこううまくハンコを押さなきゃダメじゃないですか。そうだ、ね、残念ながら、まあ、適応させることはできるんだけど、できるけれども、かなり大変なんだよ。そうそうそう、だからそう、なんていうのかな、脅かすつもりじゃなくって、不安にさせないで、いや実はこういうことが必要ですよ、もうちょっとこうお互いにその愛犬ライフを向上させるためにはっていう、なんかそういうアドバイスができたらなって思うんですよね。なんかアドバイスっていうのもどうなのかなとも、なんかちょっとしっくりこなくて、うん、アドバイスっていうとさ、なんかこうほら提案、あ、一緒か、一緒で、うん、提案ってさ、そのなんていうか、ある側面では強制になるじゃないですか。あー、そっか、そうだから、だからなんかそこがなんかアドバイスっていうのはちょっと引っかかるけど、なんかわかんない、うまい言葉が見つかんないですけどね。なんか、あ、そこ、ね、押し付けになってしまうと良くないっていうか、逆効果で逆に認識させようと思っても認識拒絶されちゃうから、確証バイアスで、うん、そうだから、ここをうまくどう提示するか、まあ、これをちゃんとなんかケースに入れて、はい、バンと見えるところとか、はい、それ大事ですよね、はい、これとあれと、うん、大事ですよ、そう、あれ全部ずらっと3枚ね、3枚ね、うん、あれなんで3枚もあるの、だってあれ ISAP のと DBCA のと、うん、でしょ、うん、だからさ、でこれ、あとコンパスだから、まあ掲示する、まあ、コピーでもいいけどさ、うんうん、こう原本じゃなくてコピーバンと額に入れておいておくとか、うん、そう気づきやすいんですよ、うんうんうん、なんかそういう素材を用意して、なんかそういう環境的に仕掛けを置いておくと、うんうんうん、話しかけやすくなるんじゃないですか、ね、ああ、そっか、マヨさん自体、うんうんうん、行きやすいじゃないですか、はい、そういうのやってるよって言ったら、なんかそういう、そっか、こっちが見つけてガンガン喋ってたらちょっと気持ち悪いから、
そうだよね、この子はダメっすねとなっちゃうから、うんうん、それはちょっと嫌だよね、うんうんうん、そうですよね、うん、そっか、そアドバイスもそうだね、どうこうだからそのなんていうのか、そういうトークに響けるか、うん、そういう環境を作っていく、うんまあ、まさにそれこそ、うん、ビヘイビアリズムを使えるといいんですけど、うん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 、僕としてはあれですよ、そのイングラビットカフェのね、うんまあ、周りやそこの利用される方だったりとか、うん、犬飼ってる人とかが、うんただ犬飼ってるの楽しい、それでいいんですよ、全然いいんですけど、うん、それがもっと、うん、もっとそうですよねってなってくれたら嬉しいし、うん、それで目の前の愛犬一頭のね愛犬がもういかに尊くてかけがえのない存在であるかってみんな思ってるけど、うん、もっと思えるようになる、うん、もっと大切に思える、いや私自身もそうだったので、うん学んで、素晴らしいよね犬って、ね、いやこんなに異種である人間と、そうね、ね、いやだから僕はほら授業は違うけど、授業ってやっぱり専門的にある、うん、セミナーはさ、うん、見てもらうと分かるけど、うん、どのテーマもまあ犬は素晴らしいっていう帰結なんですよ、うん、基本的に、うん、だからもっとこう理解してあげてっていう、うん、本当にパフォーマンス高いし、うん、もう皆さんが思っているよりもあなたたちのことをよく知っているし、にはいやでそのどうある生き物としてどうあるべきかってことも知っているっていう、うん、我々は文明社会の中でいろんな刺激にさらされて、うん、いろんな影響を受けて生きるということはどういうことだっていうことを見出せなくなって自ら命を絶つような人すらいる、うん、でも今もっとシンプルで、うん、ね、うん、生きることの意味を知ってるっすよね、そうなんです、人間失ってないんだと思う、もともと持ってたんだと思うんだけど、まあいろいろな都合でもって、うん進化系統的なものもあり、うんそれが薄れていくっていうね、うん、だから今まあテレワーク時代になってなんか地方に行ったりなんかして、うんうん、その生きる喜びを実感する人今増えてますよね、そうですね、うん、仕事を変えずに移住ができるような時代になったんだ、八百屋に行ったら旬の野菜をおばちゃんが教えてくれるんだ、旬の魚を教えてくれるんだ、地元のものがこんなに美味しいんだ、うんうんうん、で人との触れ合いがあって、うん、マスクしながらでもね、うんうん、でこう閉塞感のある中で東京にいるよりもはるかにあったかく生きていけるっていう、うんまあ、そこじゃないですか、うん、生き物って、うん、ね、日が昇って降りて、うん、雨が吹いて風が吹いてね、うん、で心地のいい時もあれば寒い時もあるし暑い時もあるし、うん、なんかみんなで手を取り合って問題を解決して、うん平和を保って生きていくっていうのが社会的動物だと思うので、うん、そういうのはもう犬がまさに原型アーキテクチャとしてアーキタイプとして、うん、しっかり持ってるじゃないですか、失わずに、まあ、彼の狼もそうだけど、うん、そこから我々学べることは多いですよね、いや本当にそうですよ、だそういうきっかけになってくれたら嬉しいんですよ、なんか犬のちょっとね、うん、ああいうって面白いなとか、ああいうってすごいんだなっていうことを気づいてくれる場所にインクラビットがなってくれたら、はい、僕的にはすごくもうそれでまた大満足であって、うんはい、だそのための工夫をですよね、うん、そうですね、そうそうそう、せっかく学んで生かせるものは生かして、うん、資格からそうですよ、ね、もうこれだって生かさないと意味ないから、ね、そうです、それかまだやっていく中で経験がね、はい、あの積まれていって、うん、あの個人のスキルも上がるって思う、はい、もっとより良いサービスが提供できるようになったらもっといいし、はい、ブラッシュアップですよねそこはね、はい、そうだし、なので、まあ、なんかそれ盛り上がってくるようだってあれば、うん、なんかその、1日診療所ですよ、うん、鴨川診療所俺がバーンと1日行ってでこのコンサルテーションやると、でもその代わり経過観察やらないけど、永久録画でもその代わり経過観察全部丸投げだからね、はいはい、あ分かった、初心しかやらないんだから、はい、かあ、こうこうですね、じゃあこれとこれやりましょうみたいな、じゃあちょっと練習してあとやっといてそうだよ、そう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 、そこに乗っかってくるんですか全部そうだよね、そうだよね、でどう、まあ合同でできることだったら結構一気にやれるけど、うん、まあ別々だったら 3,4 件でいっぱいいっぱいだから、うんうん、1日やってる、いやそうですよ本当にだからもしそういう興味ある人がねどんどん増えてきて、うんうん、できそうだったら僕も一日そこで行ってお仕事させてもらって、うん、ピザいっぱい食べてもらって、うん、そういうふうななんかこうリレーションシップが取れるというそうですよね、うん、そのためにまず土台をきちんと私がこれからカフェでそうですそうです、うん、それでねその僕が診療所で行って 見させてもらってじゃあ治療方針考えてとかまあやって、うん、であの次の週末にまたねいらっしゃってくれれば、うんうん、そこでまた経過観察、うん、週に1回できれば十分ですよね、うん、週に1回ぐらいでいいのか週に1回ぐらいで、うんうんまあ、そこで、まあ、犬たちも練習もできるんだろうし、うんまあ、いろいろなんかいろいろ活かせた、まあ、あのスペースがあるって重要ですごくトリミングサロンとか動物病院にもすごい可能性があるし、うん、言ったら JKC の本社ビルにもすごい可能性があるんだけど言った言った、うん何の役にも立ってねえと思うけど。こういう飯出た出た。言っちゃった言っちゃった。条件刺激になってなんかイライラしてくるんだよ、だんだんね。JKC って言ってる。
って敵視してないんですけど、僕はあの期待してるんですよ、ね、あれだけの組織力と箱があったらさ、全国で投下そうですよ。動物の福祉向上させるって本気に転換してくれたらすっごいパワーですよね。いやしかも多分ね、政治も多分絶対絡んでるじゃないですか。そうです、法律まで変わってきます、ね、こんなに大きく動かせる機関は他にないんですからね。一番の期待しましょう。利権団体、力を持っている団体ですから、利権団体だけどね、彼らが本当にいい方向に向いてくれたらすごく力、心強いですよ。早いでしょうね。そうです、転じるのもね。しかもちょっとやり方変えれば、ほら同期生のさ、あのコロナじゃなくて元だよコロナ陽性元だ陽平って同じなんだよね。面白いね、あの人持ってるよね元だ陽平って名前、コロナ陽性って完全母音一緒っていうね。でこの間発熱してた熱出しただけでコロナ陽平って言われてたのこの間熱出しただけだけど、で彼なんかはまさに訓練士でね、うん、やってたわけでしょ、うん、でビシバシやってたけど、バンって、でも見事なもんでしょ。いやすごいですよ、見事に転換できてるじゃないですか。でもともとやっぱ経験生きるから。いやあの頭数をお一人で、そうだよ、連れ回すんだから、コントロールしながら。すごいです。でもここに来るといじられまくってるんだよね。そうすごいと。彼はやっぱその、でもその僕と同じようにね、やっぱりそのチョークチェーン使ってガンガンやるみたいなのは、うん、僕よりマイルドだったかもしれないけどやってたわけですよね。でもほら、多分住み込みでそれこそあれですよね、人なんていうの、訓練士さんについてやってたわけだから、下働きだから ね、付き人ですからですよね。いやでドイツも行って勉強した、うんうん、それでも方針転換してやったらもう吸収早いよね、うん、であともタイミングとか動きとかもう目がもう鋭いわけだから、洞察力とかもともと彼はそれでグッとね、まあ、もちろん嫌な話だけど売り上げも上がっちゃうわけですから値段を上げてもさらにまたお客さん来てるわけですから。あ、そうなのか。結局評判がいいからですよ、結果が出せるから。で本人も結果が出せなくて悩んでたわけでしょ、うん、悩んでて何か違うやり方がないかって思ってたところに、たまたまの僕がいたと、うん、そうか、そこが、うん、それで来た、うん、天気になって、うんうんうん、そういう発展もあるわけですから。 JKC なんか本気出してあんだけ訓練士いっぱいいて、うん、一斉に研修かけてさ半年ぐらいパッやり方変えてもらったら、言ったら元田陽平みたいなのいっぱいできるわけでしょ。いやすごいですよすごいですよ、優秀な人いっぱい増えるんですよ。オセロがもうね、白と黒が白に全部バーンみたいに、ね、変わってくみたいな、なるみたいにね。そしたらすごくパワフルだし、うん、もっといろんな、もっともっと切磋琢磨が働いてさ、うん、優秀な人が出てくる、うん、それこそね連携取ったりとかしたらね。そうなんです、助け合ったりとか。やっぱトレーナーってさ、まあ、ビヘビアリストもそうだけど、例えば分離不安が得意な人もいればさ、うん、攻撃性が得意だっていう人もいるし、うん、オールマイティーな人ってなかなかいなくて、うんね、そういうのはそう、ね、リレーションシップがあればね、うん、あじゃあちょっとこの先生の方がそれ得意だからやってもらおうとかさ、うん、そういうのもあってもいいし、アロマセラピー詳しいビヘビアリストも必要だと思うし、うんうん、あのバッチフラワーが得意だって人もいていいと思うし、うん、栄養学のビヘビアリストもいていいんだし、うん、イギリスなんかそんな感じですからね。それぞれビヘビアリストとしては、うん、土壌はみんな一緒で、はいはい、だ僕よりも優れてる人がたくさんいて、さらに特色があるんですよ。この人にはアロマがあったりっていうね、食事療法を合わせてみたりとかっていうスペシャリストをこう枝分かれして多様化してきてる、うんうんうん、それは競争の中でそうやって発展していくっていうのはこれ健全なビジネスの動きで、ね、資本主義です、うんうん、ですね、いいことですよね、うん、それでより良いサービスが提供できて、さらに安く提供できるようになるってことですから、もう健全だと思うんですよ、うん、だそういう方向に日本もまだ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 足りないけど、まあ、向かっていけたらいいなって思います。僕が教えられるのは本当に基本的なことだけですから、うん、お膳立てして、うん、で、ちょっと自信つけてもらって、うん、であとは羽ばたいていくしかないので、もちろん応援してますけど、そこ、うん、頑張ろ そうやってくださいっていう感じ だからやってください、ね、はい、はい、あとなんだっけ、飼い主のあれは言ったんだっけ、ちょっとそれは遊び企画なので、はいはい、次